気あるね、この辺。お化け屋敷とかにありそうな雰囲気ですね。キララの友達はどんな子だったの？男の子と女の子2人いたよね。ユカは内気で、キララと同じであんまり周りに馴染めない子だった。ケータは友達じゃない。え？ケータは村長の息子で、親の権力を振りかざして他の子たちを言いなりにさせてた。キララもユカも嫌だったけど、パパ同士が仲良くて遊びの誘いを断れなかった。なるほど。あれ、レナさん、どうしたの？え、なんでもないけど。もしかして怖がってる？怖がってない。苦手なの？私の心トープにあった建物でも、レナちゃん怖がってたような。へえ、そうなんだ。怖がってない。宮内さんって何でもクールにこなすイメージだったけど、案外可愛いんですね。違う。ほら、もう行くよ。一人で大丈夫なの？早く来て。行きましょう、久野さん。うん。詰まった。えい。さっさと倒しちゃおう。よし、やるよ。私が支える。どういうこと？次はどうしよう。私が支える。行きましょう。容赦しないよ。いつでも行ける。よし、やるよ。チャンス。いつでも畳みかけるよ。チャーン。いつでも行ける。攻め時だね。行くよ。いつでもやれます。大丈夫ですか？いつでも行ける。
勝楽勝、負ける気がしないよ。詰まった。みんな準備はいい？いつでもいける。よし、やるよ。仕掛けます。よっ、チャンス。一気に畳みかけるよ。さあ、どう動こう。くらえ。攻め時だね。いくよ。仕掛けます。でしょ。でも本当なの？単なる噂なんじゃ。それが実際に未来を言い当てるところを見ちゃった子がいるって話なのよ。へえ、なんだかドラマみたいな話ね。でもそれって怖くないです？未来予知だなんて。村のお偉方は神の使いだって大喜びしてるみたいだけどね。この辺りはお年寄り多いし、そういう信仰も受け入れられやすいのかしらね。
攻め時だね。決める。うん、次もこの調子でね。キラ、神の声が聞こえるというのは本当なのか？神かどうかは分からないけど。ざれ事だと思っていた。まさか本当だったとは。神の子だ。キララは神の子だったんだ。パパが間違ってた。ごめんな、キララ。
負ける気がしないよ。まだまだ高みを目指そう。私が支える、私が支える。行きましょう。大丈夫ですか。行くよ。いつでも行ける。次はどうしよう。くらえ。行くよ。仕掛けます。大丈夫ですか。くらえ。次はどうしよう。まだまだ行けるでしょ。決める。うん、次もこの調子でね。まさか本当にクマが出没するなんて。キララさんのおかげで被害も出ずに済みました。ありがとうキララさん、ありがとう。キララ、お前のおかげでパパも鼻が高いぞ。ほらキララ、次はどんな声が聞こえたかパパに教えてごらん。
もう。何かに使えそう。何これ、うん、さっさと倒しちゃおう。魚室でもいける。カゴン、攻め時だね。私が支える。行きましょう。よし、やるよ。私が支える。よし、私の番。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。皆さんも実感したでしょう。これは神の力です。我が娘クノキララは神が使わした救世主なのです。おお、キララさんのおかげで命を救われたって人もいるらしいぞ。本当なのか。ああ、クマの出現を予知したんだとか。未来が見えるのか。本当に神が使わした子なのかもしれんな。何かに使えそう。閉まっていこう。いつでも行ける。いつでもやれます。攻め時だね。私が支える。行きましょう。大丈夫ですか。さあ、どう動こう。次はどうしよう。この調子でね。詰まった。みんな準備はいい？いつでもいける。はっ、攻め時だね。はっ、チャンス。一気に畳みかけるよ。いつでもいける。行きましょう。くらえ、次はどうしよう。よし、うん、次もこの調子でね。よいしょっと。
攻めていこう。攻め時だね。私が支える。私に飛ぶ力も。行きましょう。よし、やるよ。私が支える。私の番。やるよ。行くよ。
ましょう。消えました。これで決まりです取っておこう。レナさん大丈夫？大丈夫だって。私のことは気にしなくていいから。本当にま、ならいいけど。どう？キララ、歩いてると記憶が流れ込んでくる不思議な感覚。久野さんは次の県知事選で立候補なさらないんですか？え？娘さんの力のおかげで有名な政治家さんも久野さんをひいきにしてくださっているじゃないですか。いろいろ後ろ盾を得られると思いますよ。信託を授かった地域の者もきっと賛同してくれるはずです。もちろん狙うつもりですよ。ただ娘の力で支持を得ているなんて対立候補に言われるわけにはいきませんから、使いどころは慎重に。言ってたパパ同士の会話かな。うん、どこかで聞いた会話だと思う。県知事選って久野さんのお父さんがってこと？パパは政治家だった。辺境の村だからそんなに大きな力はなかったけど。なるほど、だから村長と仲良しなんだね。でもなんか利用とか。うん、パパはキララにはとても優しかった。美味しいご飯も食べさせてくれた。パパもママも幸せそうだった。キララもそれでいいと思ってた。この時はまだ地位とか権力とかそういうことは何も分かっていなかったから。久野さん、この頃から生活が普通じゃなくなっていって、キララはそれを他人事みたいに思ってた。神の使いなんて言われても実感がなくて。そりゃそうだよね。あの時のパパはなんだか取り憑かれたみたいに必死でちょっと怖かった。県知事選って言葉もそれと関係してるみたいでしたね。きっとたくさんの人から認められることはパパにとってすごく大事なことで、それにキララの存在はうってつけだったんだと思う。